前回のマインクラフトは家ができたものの生活はまだまだ苦しい。岩を削り丸石をゲット、かまどを作った。がしかし燃料がなかった。とりあえず石の装備を作り採石場へ。そして運よく石炭をゲット。意気揚々と家へ戻るとそこには骸骨が2匹。なんとか倒して食料と松明をゲット。登録登録。家、明かり、食べ物、いろんなものが揃ってきて生活もだいぶ安定してきたよね。あと俺に必要なのは金属だな。今日の目標は金属を入手して装備品を全部作ること。それを目標にやっていこう。とりあえずいつもの洞窟に到着。明かりもあるしだいぶいいでしょう。このまんま下に降りていくんだけども、あ、こっちか、こっからだね。降りていこう。明かりをつけていけば全然見えるけんね。見える。おら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 、ちょっとちょっと、もう行き止まりなのかい、ここで。あ、こっちだな。あったあったあった。こっから下に降りていけるっぽい。とにかく、下に降りて、金属だ、今日は。今日は金属をゲットする。まずは鉄だね。鉄がないと始まんない。鉄を探すぞ。これじゃない？鉄。確かこれだよね。硬い硬い硬い。若干硬い。これで間違いない。お、鉄鉱石！鉄鉱石ゲットです。結構ある、結構ある。いいぞ、いいぞ、いいぞ。そんなに下まで来てないのに、全然あった。いっぱいここでゲットして、持って帰ろう。うわ、なんかゾンビがめっちゃいる、ここ。でも、この地の利を利用していけば、全然倒せるわ。装備品欲しいな。装備品が欲しい。防具が。石炭もいるね。石炭もあれば、いっぱい持って帰ろう。いい感じにいっぱい手に入った。うわ、やばい。いつものやつだ。場所がわかんない。あ、こっちか？あ、ここだな。この下から入ったもんね。あ、こっちこっちこっち。あった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 。なんとかこれ、場所、位置をね、覚えるようにしないとダメだね。あ、うわ、なんかいっぱいいる。ウィッチと、エンダーマンもいるぞ。うわ、スケルトンもいる。やばい。うわ、ウィッチ2体。ここ無理無理。うわ、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 うわ。ちょっと待って、倒して爆薬はゲットしよう。そいや！よし、こういう感じね。さあ、待て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 、わあ！あ、家が。あったあったあった。家まで行く。ちょっと待って、うわあ！クリーパー倒したい。一体ずつちょっと引いてなんとか倒そう。ちょ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 。ちょい。待て。そいや、よし、爆発すんなよ。そいや、おっしょ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 し。そいやー、わー、やばい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 、わー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 、いかんいかんいかん、全部ロストしちゃう。でもすごく近いところだったからよかった。あぶねーあぶねー、装備品ないともうダメだ。もうガッツリ食らって死んじゃう。うまいことなんか、こう、高低差のあるところに逃げたりすればよかったのかな。とりあえず全部、いった！お前か、またか、またお前か。ちょっと回収したから戻ろう。うわ、なんて敵の多さだよ、これは、本当に。ラマがいる。よし。よし。では、とりあえず、鉄のインゴットを作っていこうか。で、石炭を入れて、あ、あ、できた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 。ちょっと3つかまどあるんで、これでやっていきましょう。鉄のインゴット完成！ようやくだ。あ、この後ろにいる人、行商人なのね。誰か全くわかんなかった。とりあえず鉄の装備を作っていってみよう。あ、ある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 。え、全部できるかな？鉄の兜と胸当て、足と靴。で、剣もいるよね、もちろん剣。で、斧ね。
で、ツルハシ2つ、うん、まあ2つでいいや。あ、で、ハサミがあれば、ウールがそのまま取れるのよね。ハサミゲットです。大釜？何に使うんだ？まあ、とりあえず今はいらないか。あ、トロッコとレールができてる。これでなんか新しいことできるね。バケツだ。バケツ。バケツちょっと多めに用意しとこうか。これで溶岩とか水をね、汲んでこよう。はいはいはい、オッケーです。装備品、つけてみましょう。まだなんか全然見た目悪いな。ものすげえ見た目は悪い。これがね、ダイヤモンドになると、色がね、緑色になって、綺麗なんだけど。まあまあまあ、もうちょっと先かな。とりあえず、今日はいい感じで、鉄製品が集まりました。フル装備だね、ようやく。これで敵ともだいぶ戦えるようになったんじゃないかな。今日の目標の鉄を入手して全身の装備を揃える完成です。じゃあ次はどんなことをしていこうかな。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。